こんにちは。佐久仁太郎です。それがまず、せーの、おっすって言って、佐久仁太郎ですって言ったら、佐久仁太郎です。じゃあ、行っちゃおうか。まあ、そこ失敗したって言いますけど。あ、よかった。はい、せーの、おっす。佐久仁太郎です。佐久仁太郎です。今日はジェロちゃんが、ね、いないからさ、ここにいますよ。あ、撮ってます。ジェロちゃん今日カメラマンで、はい、今日はあの兄ちゃん佐久仁太郎しながらね、あの10月だったっけ？10月です。10月から毎月、うん、この佐久仁チャンネルを見て帰って来てくれてるんですが、いきなりね今日来て YouTube にいてろ。60歳しかも何をやるかも教えず、とにかく今から YouTube を撮るんです、ね、やるんですが、あの前回の動画で新里先生に認めてもらえたっていう動画を見てね、見てくれた、見ました、どうやった、あれ最高です、あナイハンチで、今日はそのナイハンチをやろうと思う。もう来てるけど、今まであの合気の稽古とかね、まあ、ちょっと体使いとか教えてきたけど、空手のことは一切教えてなくて、うん、まあ言えば60歳で初めて内反地をやるっていうことやろ、はい、でだから今日はその内反地を教える動画で、うん、まずはやり方を教える、で60歳の兄ちゃんが内反地の名人になる道を。なります。そう。で、もう今日から内反地道具をつけていこうか。ということで、またこの見てる人も一緒にやって覚えてもらったらいいなと思って、やり方を、ね、今日は教えながらやるから覚えてね。はい。じゃあ、いきます。もう早速やけど、まあ、まず動画で手、まずね、手の動きを覚えないとできないから、だからまず手。からまずは、横にこの抜き手、もしくは裏剣でやるところもあるけど、まあ、僕らはプロボンから出てこの抜き手で、ね、突く、で必ず反対手は引き手、これ1で、次は肘打ちをこのところに、いい感じだね、で3番目ここに手を持ってきて下段払い、4番目は神突き、この時も引き手、中継、6番目は中段の中継が頑張らない、7は裏剣、8は鉄打ち、9は外受け、10はもろ手突き、でまた今度逆に力抜きて、2は肘打ち、3は下段払い、4は神突き、5は中継、6は中段中継が頑張らない、7は裏剣、8は鉄槌、9は外受け、10はダブルパンチ、うまくね、うん、ね、うまいよね、全然普通にできてる感じ、で、ね、手はもう要はこっちへ10個とこっちへ10個と20個だけだね、はい、こっちへ10やったら今度反対、あ、こっちから始めたら今度こっち側から10、20だけど動作は10個覚えるだけ、ね、で、あのまずもう本当初歩的な一番大切なこと、立ち方まずで、立つのね、今はまた新里先生に指導をいただいてるんで、まあ、僕はちょっとこう広めのねこう落としたっていうのを今ちょっと試したりしてるけど、まあ多分やけどちょっと広めすぎると普通の人がこう踏ん張っちゃうと思うんだよ、で踏ん張っちゃうとやっぱもう顔が固まって硬いから、だからやっぱ列前の時も言ったみたいな、肩幅か肩幅でちょっと表面ぐらいで立って、つま先はまっすぐで、足の指には体重を乗せない、足の指床についてるけど指には体重を乗せない、それでまっすぐ正中線を意識する、意識したらこれをまっすぐ膝を抜いてトンと落とす、でこの落とすときにちょっと前髪の目になっちゃったりとか、ま
っすぐ落とそうと思うばっかりに力が入って、こう反るとかこうならないで、もうきれいにまっすぐただポンと落ちる、落ちれたと、おさわ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 、そしたらもうこのトンと落ちたのを保ったまんま、もうこれを変えない。でできるだけ自分で今もう意識して緩められるだけ、ゆるゆるの状態、さあさあ、いい感じだね。それでもう一回10個いくよ。4、1、まず抜き手、2、肘打ち、3、下段払い、4、鍵付き、5、打ち受け、6、中段打ち受け、下段払い、7、馬券、8、点つい、9、外受け、10、ダブルパンチ、あと反対に1、抜き手、2、肘打ち、3、下段払い、4、鍵付き、5、打ち受け、6、中段打ち受け、下段払い、7、馬券、8、鉄、9、外受け、10、ダブルパンチ、ドンと。いいんじゃない？まあこれがまず、ね、この25円な。で、ちゃんと立って、まっすぐ立って、トントン、トントン、まっすぐ垂直に落ちるっていう、この状態でやるっていう。で、この、新里先生のね、内反地の、はもう本当、特別っていうかね、普通のとちょっと違うっていうのは、とにかくこのお腹、腰、周りの使い方が違うね。で、それはもう、深くやっていくと、もうまあまあ僕でもまだ深く分かってないところあるけど、まあここが全く使い方が違う。で、まあ動画でも言ったけど、YouTube だけで新里先生に認めてもらえるところまで行った、ね、からそれを最初からいきなりその使い方って分からないと、もうまあ最初何を意識してやったかっていうと、ここの使い方も全く違うのが最初に見て分かったから、何をしたかっていうと、このをまっすぐの線でちょんと落ちた状態、これを保ったまま、これが普通まず手を出すっていうと、普通の人は手だけをこう出すと、手から動いてこう手だけを出すっていう、まあ、こうやってやる内反地もあるんだけど、じゃなくてお腹、腰、この使い方なんだけど、最初からその高いレベルができないね。だからまずどうしたかっていうと、でその次が、体を回して出すっていうことだよね。でこの体を回してから出すんやけど、ほとんどの人はこのここでこう出しちゃう、回った瞬間に出す、こうなるけど、そうじゃないなってなって、一番最初に僕が取り組んだのは、とにかくこの状態から顔だけ回る、体と顔が一緒に回って横へ動く、その瞬間体がいっぱいいったら戻る瞬間に、戻るときに手が出るっていう。やってごらん。回っていっぱいになってきて戻るとき、体が戻るときに手が出る。そうそう。で、顔はこっちの方です。はい。もう一回いくよ。顔、落ちてます。体がこっち向いた。戻る瞬間に、体だけ戻して手が出る。いけた。きれい。これを、で今度ちょっと肘は難しいけど、これも一緒、体が回ってこのお腹が戻る瞬間に肘が出るっていうような、ちょっとこっちは難しいから、ちょっと出す。でまた今度この両手ここ合わせて、下段払い出す時もお腹が向いてここまでいっぱいまでいったら戻る時に手が出ると、でまたこのカニ付きもお腹がいっぱいこっち来たら戻りで出ると、これをずっと繰り返す。わかる。で、もっと中でこのメビウス的なね、そういう動きになってくるんだけど、まずはちゃんと軸を保って回転して、ここで出さないで回転して戻るときに出るっていう、こういう感じをやってる。そうすると、まあ、ちょっとこれがね、ちょっとだけやるとこういうふうに動いててね、体がずーっと、それで流れてやるっていう。で、初めはカクッカクッってなるかもしれないけど、とにかくこれで出るっていう感覚で流れるっていう感じを目指してやっていくね。で、まあとりあえずまっすぐ立って、ちゃんと抜いて、で、
できたら、このいっぱいまで来て、また手作っていっぱいまでこっち来て、で、戻るときに出るっていう、これもいっぱいまで来て、戻るときに出るっていうふうに、ちょっと意識して、練習をしていくと、まず根本的なところができていくと思うので、これが次のまでの宿題。はい。これはね、まあ、ちょっと待ってて、これはね、まだ僕もうまだまだ未熟ですが、これをちゃんとこうトンとタッチを作って、で作るでしょ。で本当にちゃんと中を正中線とこのシュッと落ちたのを作って、でこうしたいね。でこの手首持って、こういう感じで、ね、ちょっと今力使ったところもあるから、ちょっとスッとツンと落として、こうしてこういう感じ。これで大半地と愛機が通じてっていうのがあって、でまたね、フルコン空手してる人はなんかもそうやけど、まあ、フルコン空手やから普通にパンチを打つとかって言うと、こうこれ瞬発力で打つっていう感じねえね。だけどこれを今のこれを使うとこういう感じで、速いでしょ、速いでしょ。でこれ結構強い力も出せるんで、こんなんやし、まあ、もっと言うと、僕の30歳目の診察の先生はこれより早い、そういうことができるようにもなるんで、まあ、これからこんな感じで大半指導をちょっと取り上げて説明しながら、また忍ちゃんがこの60歳から始める忍ちゃんが果たしてどんなになるかっていうところを取り上げてやっていきたいと思うので、またこの動画を見てやる人が増えてくれたらいいなと思って、これから大半地を多めにやっていきたいと思います。でまた詳しいところも教えていくので、またぜひ見てください。で、兄ちゃんの動画を見て覚えてくる、はい、次の稽古も宿題、次の時も取ろうかじゃ、はい、ね、シリーズ化してちゃんと覚えてきたかどうかテストで皆さんに、で、できなかったらもう滋賀から来ても、うん、バケツに水入れて廊下に水入れて、これでいこう、それでは、まあ、こんな感じで、まあ、やってみますので、また見てぜひ内反地やる人増えてくれることを願ってます。では今日この辺で終わりだと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、せーの、おっす、ありがとうございました。